癒されのアンサインド。はい、こんばんは。始まりました、アンサインドの時間でございます。はい、はい、今日はね、うん、ほら、素敵なゲスト誰かいるね、ひげ、ね、長い人いるね、怖いね、気持ち悪 い、 いもうね、もう会うだけでね、幸せにしてくれるね、うん、このクーネルダサイクーで、はい、もうね、笑顔で踊って解散しちゃったけどね、解散しちゃったね、うん、解散しちゃったけども、はい、本当にライブをしてくれるバンドだったからね、はい、もう大好きでね、さっきあんなに悪口言ってたのに今優しくしてくれてありがとう言ってないよはい、ということで今日はそっか、ね、ヒゲ長いね、こうやって見ると、ね、こうやって見ると長いでしょ、ね、見えてるんだね、うん、そうだ ね、 ねき、もう今朝剃ったばっかりなんだけど、あのだいぶ伸びるの早いね、うん、そういう人種みたいですお世話になります。はい、ということでヒロジです、はい、ヒロジと言います、よろしくお願いします。皆さんと同じ方に、お、なんか歓声聞こえたよ。あ、危ない危ない危ない、歓声聞こえてきたね、歓声聞こえちゃったね、ね、もね、ベルリンかと思ったね、壁倒れて、いや、あの、小ネタの筋の40代だからね、あ、そうですか、さようなら、皆さんさようなら、さようならって、はい、ということでね、はい、今日はちょっともうね、もう今日ね、ほんとね、もう何、あの、うん、朝から笑いが止まらなくてね、あ、ほんと？そう、もうひろじくんの、そう、心配だね、笑いが止まらないって、なんか病気来るのか、うん、リングが必要な気がでも僕が見てあげるから大丈夫だよ、ね、じゃあ見てもらっちゃおうかな、これ、うんうん、やめときましょうやめときますか、はい、いや本当 ね、もうこんな感じでね、うん、そう今日はね、うん、本当にもう打ち合わせももうね、ちょっとなんか打ち合わせしようとしたらなんか、うん、あのここで話すべき内容が話されてしまったっていう、ね、そうだね、うん、そういうのもあると思う、そうそうそう、あの、うん、適当にね話してれば多分1時間終わっちゃうんだろうなと思って、うん、そうなの、もうね、なんだろう、どこから行こうかな、うん、ね、そういろいろね、生い立ちから行く、生い立ちから行く、生い立ちから行くのはちょっと遠いな遠いね、だいぶ遠いよね、うん、いやでもあれなんだよね、広瀬君とこうやってさ、うん、お話しするのもさ、うん、ライブ会場以外では ね、 ね、だからこう横見つめ合ってみて、近いよ、近いね、そうそうそう、軽トラの距離、軽トラの距離だ、これはもうダイハツミラの距離だ、距離だ、ね、心配になりますね、心配になりますね、はい、いや、そう、でもね、そうなんだ、うん、いつもさ、こうライブ終わった後に、うん、お酒飲んで、うん、なんかウェーってやりながら ね、 ね、みんなで写真撮ったりとかしてたじゃない、うん、19年前は、うん、ね、だからほら、それでほら、うん、あのアニマルーツのね、うん、まこっちゃんの2回出てくれてますけど、うん、あ、本当、そう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 、アニマルーツのまこっちゃんが2回出て、うん、ヒロジは、うん、まだ0回だったんだね、じゃあ、そう、そうなるね、はい、ありがとうございます、はい、そういうことだと思います、これね、もう完全なヒエラルキーができてましたね、じゃあほら、はい、あの次また呼ぶから、うん、これで2対2、そうですか、そうそうそう、ゴリゴリしてる、ゴリゴリ顔してない、大丈夫、大丈夫、全然大丈夫、ほらニコニコしてるよ、うわー、うん、わつらいや、こんな感じでネタも進んじゃうのよ、ね、今日はね、うん、本当だね、なんかなんていうの、心に突き刺さる1行ぐらいは残したいよね、そうだね、それだけで、ずっとね笑って僕ら楽しんで終わっちゃったらね、うん、なんかお茶会みたいになっちゃうからね、そう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 だよ、そうそうそう、でもあれよ、そう、あのね、うん、だいたいほら、うん、下北だったりさ、四ツ谷だったりさ、うん、渋谷だったりさ、うん、もういろんなライブハウス、高円寺もあったね、そうだね、いろいろ来てくれたね、井上さんは、だいたいね、そう、あの汗だらけになって帰ってくからね、うんうんうん、クーネルのライブが終わると、そう、あのね、さっき言ってくれてたけど、うん、特攻隊長みたいな役割をね、僕が、そう、井上さんは本当に、うん、もうライブの時に、うん、こういつも目の前にいて、うん、でしかもこうライブってついついアーティストがこう、アーティストっていう言葉よりもバンドマンがこう、うん、お客さんに物を与える側で、うん、お客さんが受け取る立場っていうような勝手なこう構図ができてるけどね、そのステージの高さの問題もあって、うん、でも、ね、俺らも歌ってる時が実はこう、うん、メンバー5人で1つのチームじゃなくて、うん、一人一人が個人戦の中を生きてるような状態だから、うんうん、すごく心細いんだよね、でその時に井上さんみたいにこう目の前で拳上げてくれたり、うん、大きな声で歌ってくれたりする人がいることは、うん、すごくね、あの力になる、あ、そう、だから今度まとめてチケット代返すね。まとめてだいぶだよ。はい、いや、そんなこともういらないらないっていっぱいもらったもの。はい、そうあのね、そう、一番最初僕が覚えてるのはね、うん、あれは多分ね、ワイサイだったかな、うん。多分一番最初にあったの。初めてのクーネル？うん、初めてのクーネル、きっとワイサイで、うん。そうなんだ。あのね、
もう知らなかったんだよね、うん、クーネルのその多分他アニマルーツか分かんないけど、ね、他のバンドのそうあんできてて、うん、でクーネルを初めて見た時に、うん、もう体が勝手にねかき分けて前行って踊っちゃってさ、うん、そうだからね歌を歌いたい歌ってた時だったのよ、うんうんうん、でも知らないけどね本当にだいぶ前だねそうなるとねそうだからもう全然スピーディーとか発売される前で、うんうん、そうだね歌を歌いたいか歌を歌いたい、まあ、スピーディーっていうねサードバーアルバムが2018年に発売される、うん、その前の話なんだけども、うんうん、そんな年数まで覚えてくれてるのもちろんさ、うわどうかしてるねやばいねこれね、はい、心配になりました心配になっちゃった、うん、歌を歌いたいってカタカナでね、うん、題名がね、うん、そう、ね、また生かす歌があってね、うんうん、あのあれをね、うん、もうそうもう哲郎くんとね、うん、2人でこうやって鉄のパイプ掴んで歌ってるところに、ね、もう東郷くんばかりのこうジャンプをねそうなんだね哲郎はあのパイプに手を捕まって歌ってたんだそうやってた時、うん、ほとんどオスゴリラみたいになってたそうだねでもね、うん、そうあれもね良かったんだよね、うん、そうあれがすごい良くてそっかそう、うん、あのねそうだそんな思いでアニマルーツのあのまこっちゃんってね、うん、あの2回切ってくれた、うん、あのボーカルのまこっちゃんが、うん、結構やっぱそうやっぱ思い出してきた、うん、そうクーネルいいでしょって言って勧めてくれたのよ、うんうん、そうなんだねそうそうそうじゃあやっぱりアニマルーツのあれで行ったんだね多分そうだねそうなんだねごめん思い出したあのフェイスだあフェイスかフェイスだ一番最初ちょっと待ってねフェイスってどこだよあの高田のババえ高田のババあそうなの、うん、そっかあれが一番最初あそっかそっか、うん、あじゃあほぼ俺らそこに1回2回しか出てないはずだからねあじゃあピンポイントだったねピンポイントだったんですねそうあれでね確かねそうなんだフェイズかそうアニマルーツがフェイズ出て、うん、そうそれでクーネルも出てたんだよ、うんうん、そうなんだねだって2016年とか7年とかじゃない、うん、そうだね、うん、あじゃあ本当にもう、5年の付き合いなんだねあぐらいになるねそういうことなんだ ね、うん、ねああよかった携帯の距離も大丈夫だね、ま、だ全然ね LINE ID も教えてくれないくせにこれからそうですかこれからだよよかったです僕らこれからさそうですよねただ教えるかどうかは僕の方ですけどね怖い、はい、怖いよいや、うん、でもそうそこからだねそこから、うん、そうか僕はほらあのそのコロナ前は、うん、基本的にこうな一部ね、うん、なんかいろいろほらライブハウスも今こういう時代だからさ、うんうんうん、マナーうるさい人はうるさくてさ、うん、そうだよねお酒飲みながら最前列に来るやつすげえ嫌だみたいな、うん、こうツイートする人も いるんだけどそうなんだ、うん、あごめん俺はねああいう楽しみ方しかできなくて、うん、あのビール瓶飲みながら、うん、ウェーイってやるの大好きでね、うんうん、そうなんだねそうなんだねそうかそうまあもちろんねあの人に迷惑かかんないようにはするつもりではあったけど、うんうんうん、そうだよねでもやっぱねそのねのアルコール飲んだやつも全部出ちゃうな、うん、そこで、うん、その場でね飲む量すごかっただよ、うん、もう大体飛んでたもん、うん、でびっしょりだったよねびっしょりだった、うん、もうそうなんかフルーツってね、うん、なんかそういう目的で来てるのかなって思ってたし、ね、そういう目的の人かなってブートキャンプ目的で来てるんじゃないかと思って懐かしいよ ね、 ねそうなんかあの最近からさ、ね、この年齢が出るような単語がさ、うん、あのあのポイポイ入ってくるのは直そうね直した方がいい直した方がいいだから世代がね一緒だからさ、うん、そうあのちゃんと今っぽくしようよあ本当に、うん、あ今っぽいこと一つ言っていいのですあのね、うん、じゃあ今の若い子にね、うん、この前あの2週間前にね、うん、ユーラ社員って20半ばの子たちが来てくれてたの、うんうんうん、その子たちに教わったんだけどね、うん、今ね吉祥寺のことジョージって言わないんだってあなんだキッチョンだキッチョンでもないキッチョンでもないよあの吉祥寺ってフルネームじゃないと今通じないんだ、うん、え今の方がフルネームなの？そう今なんでもほら簡略化されてきたり、うん、なんかこうどっちかって言ったら省略することがこの文、うん、時代の流れな気がするのにねそうなんだけど吉祥寺はね吉祥寺なんだってなんか確かにジョージって言ってたじゃない僕らの時代、うん、そうだよねそうほらあの、うん、ね6年足ブルースとか流行ったじゃない、うんうんそうだよね、あそこで6年足ブルースは
そうだよね。そうそう、四天王とかっすね。そうそう、ただ今俺言ったよね、ずっと、うん、あの時代を感じる単語はなるべく戻っちゃった。ろくでなくしブルースが一番時代を感じるの。それ一番時代感じちゃうかな。ダメダメかな、うん、ダメか。なんかだって学ランだもん。そうだね、なんかブレザー着てる人の話しようよ。そうだ、ブレザーの方がいいね。今ネクタイとかね、ブレザー、そうだね。今学ラン今あるの、まだあるのかな、ね、まだある、そう、まだある、まだあるのかな。あのまだそう、まだあるっていう、まだなんかで神の声が聞こえてきた。そうだね、聞こえてきたね。まだあるんだって、まだあるよかったね。そう、よかったよかった。じゃあ第2ボタンのシステムもあるのかな。まだあるのかな。ある、あ、それはそれはもうないって。ないのか。そうですか、神様。そうですか。第2ボタンね、もうね、持てる人が第2ボタンをね、卒業式にあげるっていうシステムがね、僕らの時代はあったんですよ、ね、変だもんね。そうだね、変だよ。あれ第2ボタンあげてなんでなの、あれは。なんかに使えるのかもしれないね。なんかこう、ね、自分の服にね、メルカリに出せるのかもしれないね。今の時代ね、売れるかもしれないけど ね、 そ う、 ね、そう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 、そうだ、そんな時代だったね。そうなの、だからね、うん、袋も言わないんだって、池袋もね、うん、ああそうなんだ。そう、池袋はもう池袋だ、池袋、新宿は新宿。そっか、本当、うん、なんだって。だからね、もう若い子の方が逆に日本語しっかりしてて、おじさん恥ずかしくなっちゃってね。なんか不思議な感じ。いや、もう絶対ジョージはジョージって言うと思ってたから、うん、略すと思ってたね。あ、そういえばジョージがプラットフォームだよねって言ったの、うん、そのバンドがね、吉祥寺のライブハウス、うん、あのプラケー、プラケーだね。そう、プラケーのさ、うん、あのベースにしてるから、うんうん、ジョージのね、プラケーでなんていう話をしてさ、うん、あのインターバルの時間に、あ、井上さん、ジョージって言うんですねみたいな。みたいな。なんかそっか、吉祥寺、吉祥寺、吉祥寺なんだよ。そっか。そう、今の人たち吉祥寺って言うんだって、うん。でもいいことだね。俺らもそうしよう。そうしよう。うん、そうしよう。これからもう吉祥寺って言うのね。ね、うん、そう、今風。言う。令和の時代だから。うん、そうだね。言うよ。そうだね。うん、そうそう、吉祥寺って言って、ね、そう。だからね、その、まあ、吉祥寺はね、クネルはね、うん、なかったけど、そうだね、高田の馬場と、うんうん、そう、だからアウトブレイク、四ツ谷だね、うんうん、四ツ谷アウトブレイク、あとは新宿ワイルドサイド東京、うんうん、あと下北だね。そうだね、そういうところで来てもらって、うん、そうそうそう、そこで、うん、もうそう、だから結構、うん、なんだかんだこのね、その、うん、だからちゃんとっていうか、やっぱコロナ前までの世界で言うとさ、うん、やっぱ2019年までだから3年ぐらいかな、3年ぐらいの間に結構通ったよね、うん、僕はね。そうだよね、うん、もういない時にいないんだって思うようになった。いや、もうなっちゃった、なってた、ちょっと寂しくなっちゃった。そうそうそう、いない時だから、そう、あのね、ちゃんといない時は恨むようにし、ちゃんとね、うん、ちゃんと恨むようにして、もう飲んで来ないんだよ。もう買ね、もういくつわら人形買ったか、うん、そんな言ってなかった。そう、ね、今日ここ来る前にね、うん、あそこのすぐそこに鳥越神社って あったあった、そう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 、そこで、うん、あのお参りしたの、なんか、はいはいはい、ね、あの、うん、うまくいきますようにって。そうだ ね、 ね、この番組ね、僕にだってそういうところあるからさ。そうですね、こう、うん、ね、お参りこうしてる時に、うん、後ろからさ、すごくやんちゃっぽい、あの人と2人組のね、男の子の声が聞こえてきてね、ここのことをお願いしようと思ったのにね、うん、何もお願いできなくてね。で、その男たちはね、うん、僕が行った後、うん、賽銭箱に、うん、ここペイペイ使えるのって言ってたんだよ。本当に本当に言ってたの、本当に言ってたの、うん、本当に言ってて、これあれギャグかどうか分かんないから、え、突っ込んでいくか分かんないよね、うん、でも去り際にこうペイペイって音聞こえたから、あ、使ったんだなぁとは思ったけ ど、 なるほど、でも本当にそうやって言ってたんだよ。マジで、うん、もうなんか時代を感じる、時代を感じる。だから本気じゃないと思うけど。そうだね、本気じゃないと信じたいね。でも、うん、いいセンスしてるなと思って。すごい、そうだね、うん、いいセンス、そう、うん、いいセンスといえばね、うん、はい、あのヒロコトブキのペンネームで今漫画もちゃんとそこに繋げてくれたんだね。そうなの、いや、今日もそう、ね、ほら、そう、漫画描いてるんだ。漫画描いてるよね、うん、1日、あれはもう1日4コマ漫画1個、1日1、4コマってね、結構大変じゃないの。そうなんだよ、こう自分で考えてやり始めたのにね、うん、毎回それに支配された生活しててね、すごく不自由です。だってずっとギャグのこと考えてられるわけじゃないんだね、人間って。いや、そうだよ、ね、うん、びっくりした。そうそう、なんか、うん、今日何もギャグのことなんて考えたくもないよって日もあるしさ。あるでしょ、うん、あるある。だからね、すごく困ってます、うん、まあ、なんか
か、いつか自分が爆発してしまったら、その時はやめる時だから、うん、そうだね、そうだね、うん、え、あれは何、あ、ほら、出してくれた、今お、サムネイルで、すごいすごいね、すごい、すごい、そうそうそう、僕見てるそう、これよ、これ本当だ、ありがとう、まあ、嬉しいね、そう、これなの、もうね、そう、今日はね、そう、拳が全てなんですよ、すごいね、スクロールもできるんだね、クリックもできるの、ほら、クリックもできちゃった、ダブルクリックはできないんじゃないかなできると思うよそうだね、本当だね、これね、お、いいね押してくれた、うわぁ、やった、後で200円払います後で200円払うから200円ね、うん、200円いい値段だね、そう、これ、そう、ほら、俺がボクシングやってたから、うんうん、そうタイムリーでね、井上さんに合わせたんだね、やったやったね、やったなぁ、ほんと、そう、これ超面白かった、左右って書いてあるんで、ね、そうそれなのに最後、人間には上下つけるタイプなんだなっていうのがひどいやつだよねいや、なんか人間にこう上と下って書いてある、そうだね、上下、上下ね、ひどいんだよね、もういよいよ自分の4コマのオチを説明するんだったら終わりだよそれ、自分のギャグね、説明するのが一番恥ずかしいやつだからね、この辺出てきたらいきなり汗かいてきたからこういうこともできちゃうんだね、そう、こういうこともできちゃうの、わー、ありがとう、そう、でもそう、あのね、僕なんかほらね、うん、あの、ありがとうね、そう、変わったよ、うん、なんかほらカウンセリングやってるでしょ、うん、だからその、うん、やっぱね同じ現象っていうかね、その毎日やっぱり相談がね、うん、こう来るのよ、うんうん、そのカウンセリングの仕事はねまだ本格的には始まってないんだけども、うん、そのやっぱ友達だったりとか、あとはそのボランティアで LINE の相談やってるから、うん、それも毎日やってると ね、うん、今日はちょっと人の相談いいなって日あるもん、やっぱりそうなんだね、やっぱりそうだよね、うん、そうだよね、あるあるある、全然ある、だからもうそういう時はごめんって思いながらもう何もしない、あ、本当、うん、そうなんだ、何もしない、ね、なんかあの、うん、長くやってきたからこそ、うん、心がけてることって何なの、あの、ね、とにかく自分を、うん、一番にすること、へ、あのね、他人に、うん、その他人のためって考えたら潰れる、うん、100% する、 なるほどね、そう、そっか、ちょうど今日まさに自分の歌のことで話したかったのも、まあ、なんかつながってきそうだから、うん、あら、ね、話す時があったら話すね、いや話してってか今日あのもうねほらもうちょっとで前半終わっちゃうのよこれ、そうかそうかそうそうそう、そっか、そうだから、お歌ももう、ね、あの2曲ぐらいさ、そうなんだ、あるから、そうだよ、ロブが200テイクぐらいした歌、うん、結構、え、どうなの、あれ CD 撮るときって割とテイク撮るの、うん、何回も、あの、何回も繰り返すの、あ、あの、うんとね、失敗したりするの、そう、人によるんだけど、うん、うん、人による、うん、人による、うん、あの、割と、うん、あの短くしたいっていうタイプ、なんかこう、うん、あ、なんか、どっちかって言ったらこう、うん、うまく歌えたことよりも、うん、なんか上手に頭に絵が描けた時の時をなんかこう大事にしてる、だからこうキーがどうだとかそんなことよりもなんか自分の思った世界に自分自身を運ぶことできたなと思った時を一応 OK テイクにしようと、あ、それはでもいい、うん、いいし、なんかクーネルっぽくていいね、うんうんうん、なんかそうなの、あのね、うん、なんかほら例えば日本のね音楽番組とね、うん、俺海外の音楽番組比べてちょっと日本でこれどうなのかなと思うのがさ、うんうん、そのセミプロの人たちがプロにメジャーデビューするための、うん、そのオーディション番組みたいなのがね、うん、あるんだけどさ、そうなんだね、うん、アメリカはねもうオーディエンス、まあ、うん、コロナだから今ちょっとあのオンラインになっちゃったけど、うん、オーディエンスをいかに沸かすかなのよ、うん、アメリカは、そうなんだね、そう、でも日本ってさ、うん、あのいかに正確なキーを歌うかで命を削るじゃん、スキルの方に行ってしまう、そう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 、あれがね、うん、なんかじゃ悲しくなっちゃう、うんうん、なんかそのね、やっぱ正確にキーを歌うっていうのはもちろん大事だけど、うんうん、なんかそれに終始したら音楽ってなんか狭くなっちゃわないって、ね、本当になんか難しいところで、ね、かといって自分たちこうバンドマンサイドが、うん、歌は美術じゃねえって言ってしまうと、うん、それも今度それでなんていうか、うん、すごくダサいことになる、まあ、そう、うん、そう、そうだね、そうだね、お客さんがそう言ってくれるのはとてもありがたいし、うん、なんだけど俺らはそこにあぐらかいてちゃいけないからさ、なるほど、なるほど、だから俺らは俺らでこう何か磨いてないと、うん、なんとなく関係性が整ってこないんだよね、うん、あ、なるほどね、だから、ね、俺らは多分、うん、その言葉に依存しちゃいけない、でも心の中ではそう思ってる部分もあったりするんだけど、うんうん、ね、何かこうどこかしら前回のライブよりも向上してる部分がないと、うん、やっぱり自分でもおもろくないしさ、なんか確かにね、そうそうそう、同じことの繰り返しじゃね、うん、
そうなんだよね。いやなんか音楽番組っぽくなってきたよ。本当だね。本当だね。やったね。なんかね、うん、やったやった。やった。でもねこれでほら、うん、曲紹介の時間だからちょっと曲名お願い。はい。はい。ね、クーネルダサイクル でそのすべては君のもの。ひひひ。やった。ひひひ。車だね。聞きました。2番まであった ね。2番ないんじゃないかと思ったけど。あったね。あのね CD からね、うん、データ取ってきた。そうだよね。そうあのねやっぱねこの曲はね、うん、そうライブの時に、うん、ひろじ君のさあのアカペラから入るじゃないこれ。あそうそうそう。サビの部分ね。サビの部分のねもうひろじ君だけの声で楽器なしで入るところがねもうさっきも話したけど、うん、ぐわーってもうそれで気分が。うん、すごいさ熱い歌詞じゃない、うん、これも、うん、この曲そのものが、うん、この歌詞好き俺も大好きで、うんうん、でもこれをねもう聞くとね、うん、もうほんとねホテル、うん、あ、うん、そっか嬉しいねガ
もうなんかこう気持ちとしてはね、うん、特にあの曲そのものに思い入れみたいな別にどの曲にも同じぐらいの温度で接してきたからないんだけど、うんうん、どっちかって言ったら今までずっと、うん、さっきの井上さんの話じゃないけど、うん、誰かのためとか君のためっていうニュアンスの歌がずっと苦手で、うん、そうなんだね、ずっとねそれが苦手で、うん、だから自分でもこう君に対して歌うっていうことがずっとできずにいたんだけど、うん、なんかこの君のために歌ってることが苦手なんじゃなくて、うん、なんかこう君のために歌うことが、うん、心を込めて歌えば届くに違いないって思い込んでる、そこからスタートして歌ってる人たちが苦手だったっていうことに、それすごいわかる、気づいた。そしたらあ、うん、だったら俺もっと上手に君っていう単語を使えるなとか、はい、というふうに思ったのがこの曲の頃で、もちろん今まで君っていう単語はもうどうしても物語の構成上、うん、曲の構成上、うん、つけなきゃいけないところはいっぱいあったけど、うん、この曲は本当にそういう意味で、うん、なんかその全ては君のものって、今までだったらその全ては僕のものって歌い方して、うんうんうん、あの聞いた人にあの意味を委ねるみたいな形をとってたのを、うんうんうん、この曲から割とその全ては君のものだよっていう、少しだけこう偉そうになったんだよね。なんかそう、なるほどね、そうなの。だから自分にとってね、一つのこの分岐点でもあって、はいはいはい、うん、なんかもう少し、うん、もう自分でこう凝り固めてたルールを少しだけそのストッパーのネジをね、うん、緩めてあげた曲なの、うん、そうなんだね。そうそうそう、だからね、好きな自分でも、なるほど。いや、うん、確かにその、うん、ね、歌を歌いたいとかは、うん、だって自分の自動車だもんね。僕が歌を歌いたいって、そうだね、そうなの。あ、ずっとねそこに抵抗があって、うん、でその抵抗の理由も分かったら、うん、あ、そっか、なんかどっちかって言ったら、うん、分かってもらいたいっていう気持ちと、うん、分かられてたまるかっていう気持ちの2つでこう歌を作るべきだと思ってるのに、うん、分かってもらえるに違いないっていうところから始めてる、そこに、そこの本当に脆そうな土台に自信持って立って歌うことが、うん、なんか自分にはとてもね当てはまらなくて、なるほど、 そう、でそれがそこに自分で発見してようやくこう、うん、こういう形で歌えるようになって、うんうん、それがねなんとなく好きなのだから、この歌。あ、そうなんだね、うん、そうそう、いやそれはでもね、うん、なんかすごいカウンセラーに通じるものがあって、うん、 あ、 うん、あのねカウンセリングってね、うん、そのいかにその相談者のことを自身が、うん、相談者自身が自分のことを深く分かってもらえるかどうかなの、うん、だから結局カウンセラーがやることって、その質問をするのはその自分の気づきを与えるためなのよ。答えって必ずその人の中にあって、でだからそのカウンセラーいらないね、これ、うん、そうそうそう、あの自分で潜っちゃったから、そうだね、そうだね、あの俺の仕事がなくなっちゃったぐらいの、ね、感じなんだけど、そう、そういうことなの、うん、そう、いや確かに、ね、いや分かるんだ、分かるんだけど、うん、あのなんか結構若い子たちってさ、うん、あのやっぱライブハウスまだ行ってた頃はね、うん、やっぱ 割とそのお前の背中を押したいぜみたいな、うん、こう、うん、その曲と曲の間にぐわーつく語って、うんうんうん、お前には俺がいるぜみたいなね、うんうんうん、ところの子たちが割と多くいるじゃない？そうね、うん、そうなんなんかね、うん、そうそう感じる時があって、そうだね、そうなんかね、うん、それこそ自分のまだ話してもいい？いや、全然なんかさ自分の中で、うんうん、あのね、ずっとこうトラウマみたいになってる、うん、あの本で読んだんだよ。で何の本の誰の本だったか覚えてないんだけど、うん、音楽家の人と詩人の人が対談してて、うん、で音楽家の人が詩人の人に、うん、どうしてこの一行をひらがなにしたんですかって聞いたの、うん、でね、その詩人の人は、うん、ひらがなにした方が、うん、その人の心の深くまで届くように思ったからですって答えて、うん、で そこまではとてもいい言葉だと思ったんだけど、 その後に音楽家の人が、うん、あなたが誰かの心の深くまで物事を届けてもいいと思う根拠は何ですかって質問したの。あら、でその質問にドキッとして、うん、え、本当だと思って、おなるほどね、なんで俺たちは人の心の奥底に物を届けて、うん、でその人の人生をちょっとだけ動かしたり、うん、その人の一日をちょっと運んであげたりするこの作業そのものが、うん、本当そこをついてこられたらどうして
そうしていいのかって聞かれたらね、答えることできなくて、でずっと俺はその人に見張られてるような状態で、あの歌を作ってるような気がする。でこの人がずっとこう、誰か知らんけどね、この人がね、ずっと見てるような気がして、だからこう、本当にその絶妙なバランスで言葉を置いていかないと、なんか簡単に足元救われるし、なんか本当の言葉じゃなくなってしまったり、なんか無理して整えなきゃいけなかったり、そうなってしまうことがね、だからその言葉は今でも時々思い出してゾッとするっていうかね、いや、その確かにその話を聞くと、いや結構ね、その詩ってさ、すごい刺さるじゃない、刺さるものは、だからなんだろうな、その音楽家の人のその意識って、なんか今はすごいハッとした ね、いや、そうそう、なんかね、ほら、例えばさ、国語の授業とかさ、受けてた時にさ、こう先生の話退屈だと先読んじゃう派だったの、俺は、ね、ああそうなんだね、そうするとさ、あの学校の授業って詩って大体扱わないことが多くて、でも俺結構詩が好きだから、詩読んでたのよ、石垣凛って人の詩が、命はって詩が好きで、で小学2年生ぐらいの時に、なんかこう自分がね生きるっていうことに対して、なんかこう いかにいろんなものを、あの犠牲にしてるかっていう詩でね、なんか全部覚えてないんだけど、なんかこう自分が腹を膨らませるために、いろんなものを食ってたら、振り返った時に、その父の腹綿が見えて、そこで初めて流れる獣の涙みたいな、でバタッて終わる詩なんだけど、そうなんだ、小2の時すごいそれが衝撃的で、ドキッとするね、ドキッとするでしょ、ね、本当だね、でもそのドキッとする言葉をさ、確かに石垣凛に権利はないよね、そうだよね、ないよね、でもそうそうそう今、本当にね、よくたまにコンディションによっては、その謎の音楽家の人に、あの苛立つこともあるんだよ、だよね、だってだ、ね、あれいいんじゃないのってなんかね思うんだけど、なんとなく大切なことは、その言葉をこう常に頭の隅に置いといて、あのもしかしたら自分の思ったことが思った形では届かないかもしれないとか、ね、自分の望んだところに放り投げた石の、ね、その波紋の大きさとかまで自分が勝手に想像してしまったり、誰かの人生を変えようだなんて、そもそもおこがましいことなのかなとか、なんかそういうことを考える一つのいいきっかけにはなってる。そうだね、いやだその本当にね、今ひろじ君が言った通りバランスでさ、なんかじゃあかといって、その踏み込む権利がないからって言って、この自分の世界だけにとどまって、その中だけバチャバチャさせて遊んでるのが果たして音楽活動になるかっていう話じゃない。そうなの、そうなの、そうそう、だってだよ、ね、結局ね、俺はほらクーネルダサイクルに影響されての人生を今歩んでここにいるわけだからさ、そうだよね、それは俺はすごいいい人生だしさ、だからその勝手にね、影響され合うのがまあ人間ではあるけど、そうだよね、そう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 、多分ねスタートラインの話なんだよね、もうどこもう最初からと届くに違いないというスタートラインに立ってものを作る人と、届かないかもしれないっていう気持ちの中でスタートラインに立つ人の、なんかそこにもしかしたら ものづくりのこう根源の違いがあるのかなって思ってて、で自分はそれで言ったらこうね、届かないかもしれないっていう後者の方が自分にはこう割と合ってて、あでもひろじ君らしいなんか、そうそうそう、だから歌もねこう改めてこう振り返ってみると、どこもどれも全てこう死の匂いがはらんでるっていうかね、なんかこうどこか痛みが伴ってる言葉たちにこうなってるんだなっていうのをね感じて、だポップってポップだったりキャッチーだったりするんだけど、その中にちゃんとだこうちょっとだけこうドキッとするね、なんか駄菓子屋さんに火薬が売ってるみたいなさ、なんかこう誰もが手届くところなのに少しだけこう効率化せる一瞬があったりする方が、効率化せる20行よりも、なんか20行の中に1行だけそれが入ってる方が、実はこう誰かに対してこうね、なんかマッチするっていうか、なんかそんな気持ちもあるよね。だからなんか、ね、ポップでキャッチーって結構好きなことで、クーネルはどれも割とポップでね、
でもそのやっぱりね、いや、うん、その二重行を置いてしまうと二重行が流れてしまう、そのまんま、うんうんうん、そのどんぶらこっこで流れてしまうこともあるからね。そうそうそう、そうなんだよ。そうそうそう、そう難しいよね、そのバランスってね。そう、やっぱね、そのね、そこは日本のね、すごい僕はいいところだと思っていて、うんうん、そのディグルってね、僕のその知り合いのね方でね、うん、あの Spotify のプレイリストをみんなで作ろうっていうところをこうやられてる会社さんの、あの社長さん、まだ30になったばっかなんだけどね、うん、その子が言ってたのは、やっぱそのプレイリスターって言ってね、うん、その Spotify は今さ、そのアーティストのアルバムってみんな聴かないのよ、もう、うんうん、だから気に入った曲しか聴かないから、うん、全部自分の気に入ったやつを曲を並べて20曲ぐらいのプレイリストを作ってっていう、うんうん、そのプレイリストを作るのが上手い人たちが、うん、今すごいアメリカとかで人気があるんだけど、そこに日本のこの曲入れてよって頼んでも、うん、なかなか入れてくれないのは、そうなんだ、やっぱりね、うん、その日本はその音楽は詩で展開していくと、うん、で海外は音楽で展開していくから、うん、その起こりが違うから、どうしても西洋の音楽に入らないっていう話をしてたのが印象的でね。言葉に重きを置きすぎてるんだね、僕らはね。ああ、僕らはやっぱり言葉で言っちゃうじゃない。そっか。ああ、でもそれはなんか、うんうん、そうなんだ。そうだから、例えば、うん、ねえ、朝にも夕にも君を思うみたいなのを、うんうん、朝な夕なっていう6文字にする、うんうんうん、その響きがね、すごい良かったりとかするじゃない、うん、なるほどね。そうそうそう、だからもう発音、うんうん、その心の言葉の響きそのものがね、うんうん、もう意味もそうなんだけど、うん、その心を揺らしてくるっていうかね、うんうん、そういうところを純粋に君を感じ取るっていうのはね、うんうん、その僕らならではのいいところなのかな、うん、ね、この国に生まれてよかったなって、うんうん、すごい思うよ ね、こうほのかに匂わせるとかが得意だもんね。いや、そうそうそう、ちょっと奥ゆかしいもんね。そっか、そう、ね、だからあれよ、その、うん、僕のプーさんハニカムぞあの歌詞もね、俺はねそうそうそう、すごいギュッて詰まっててね、好きなんだよ。そうだったね、そうだったね、そうそう、あれのもほら真面目な曲書いた後にさ、いきなりこう後でハッとして照れちゃうんだよね。だからさ、こう下ネタの歌を入れたり、ふざけた歌を入れたりすることで、なんか自分の中でバランス取っちゃうんだよね。なるほどね。そう、なんか恥ずかしく、あれやば、なんか全部出しちゃったななんてさ、100年歌った出した後とか、100年はね、そうそうとかね、この次の僕らのクラスとかね、うんうん、の後とか、やっぱりあれなんか全部見せちゃったなって思ってうん、うん、ね、なんか、うん、まあそれも本当ある局面の話だからね。そうだ ね、そうだね、そう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 、だからそのどこまで見せるかっていうところも、うん、まあそういう意味で表現の一つじゃない。そうなんだね、そうそうそう、うん、だからね、その100年みたいなストレートな曲も俺は大好きだけど、うんうん、やっぱりその僕のプーさんハニカムゾに凝縮されてる、うんうん、なんていうかな、そう本当に奥ゆかしさっていうかね、僕ね、あの響きが好きでね、うんうん、本当に、そう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 、うん、一丁前にポエニッシュになんていうの、こう少しねこう含んだ形になんていうの、そのブレーキがかかってるじゃない、うん、その下ネタなんだけど、うんうんうん、すごいそのブレーキかけてるところがね、やっぱね、うん、奥ゆかしくて大好き。そうなんだね、そこ評価してくれる人って地球にたった一人いたんだね。あ、いた、うん、ここにいたよ安心しました、はい、よかったよかった、よかったです。そうあの、ね、うん、もう時間なくなってきたから、これそう聞きたかったのが、うん、まあ、クーネルタサイクルがもう昨年末ちょっとね、はい、あんまり、ね、人知れずと言ったらおかしいかもしれないけど、うんうんうん、さらっと解散してたじゃない。解散したの、これはなんでなのかしら。これはもう、ね、うん、これはもう本当に、うん、もうね、それ本当仲はいいまんまなんだけど、うん、だね、もうこれを機にさ、うん、みんなで、みんなでっていうか俺と哲郎と高人で、うん、居酒屋で集まって、うん、どうしようねってこのコロナの関係もあって、うん、で思う通りに進めてないし、うん、どうしようかななんて話してる時に、うん、もうあのやめちゃうって話になって、うん、そうそう、でそう、じゃあやめるのいいの、やめるいいんだね、やめるよってみんなでこうね話して。そう、ね、なって、でそうそう、そんな流れだね。あ、うん、あ、もうだからなんかあれだね、その、うん、辞める時もすごいクーネルらしい話し合いだったんだねそう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 、そうだね、本当に家に帰ってから、うんうん、その時は本当にね、うん、本当恥ずかしいくらい泣いたよ。あ、それは泣くよね、本当にワンワン泣いてね、うん、なんか あそうなんだって、うん、ね、なんとなく
こう家に帰って机の上に置かれたこうノートたちとかさ、うん、あの自分のこう歌詞の断片とかがこう乱雑に置いてあったものを見た時にようやく、うん、あれこれもう紙切れになっちゃったんだってさ、突然ね、突然バッてこう今までこう文体としてしか入ってきてなかった言葉が、うん、初めてこう肉体として届いたんだよね、その瞬間に。で、あ、やめたってこういうことなんだっていうね、すごいね、意味がすごい変わったんだね、うん、そこで。そうなの、そうなの。その時、その瞬間に突然ね、うん、なんか泣けてきちゃって、うん、寂しかったし、単純にもうみんなでこうね揃ってあの楽しいスタジオとかができないってことも寂しかったしね、うんうん、そうだよ ね、 そうだね、うんうん、いやーなんかごめんねこんなこと聞いちゃって、いいのいいの、ちょっとこれ聞かざるを得ないかなと、うん、後で すねけるから、ね、そうだね、後で蹴られる、うん、強めにすねける、そうだね、強めにね、うん、じゃあ、ごめんね、曲紹介2曲目いいかな、はい、いいよ、うん、はい、じゃあ2曲目、はい、そんな、はい、解散したクーネルダサイクルで、うん、その、僕らの暮らすこの星では最後この旅はまだまだ始まったばっかりさ Life is so crazy 旗は気持ちよく揺れてる、どこに着くかはわからないが、どっちに行くかはわかってるさ。 Life is so sad music 歌は心を流れてるね、僕らの暮らすこの星では、お日様のように喜びが昇り悲しみが昇る、日向に寝転んでみたり雨の心配したりしながら、それはそれでなかなか忙しく日々を過ごしている、大丈夫さ旅を続けている間は、ゴミくずさえ道しるべとなるのだから、最後行きか帰りかそんなことは問題じゃないのさ、 Life is so sad cruising 旗は気持ちよく揺れてる、心もそさを行け森のざわめきの中を、 Life is so sad music 歌は心を流れてる、僕らの暮らすこの星では挨拶を交わす人がいて共に歩く人がいる、抱き合って笑い合って互いの傷跡を自慢しながら、頭までビールを溜め込んでまた旅に出て行く、大丈夫それくらいで物足りなさがまた次会う約束になるのさ、
僕らの暮らすこの星では毎日どこかで世界が始まり終わっている。こっちの街で明かりが消えてあっちの街で明かりがついて夜空の星のように僕らはまた抱くのさ。大丈夫さ、僕らの暮らすこの星ではどんなことでも力に変えることができるのさ。最後この旅はまだまだ始まったばかりさ。 Life is so sad cruising、 旗は気持ちよく揺れてる。どこに着くかはわからないが、どっちに行くかはわかってるさ。 Life is so sad music、 歌は心を流れてる。ということでミスしてなかったね。ね、いや全然だよ。CD だからね。CD ってすごいな。すごいね。うん、いやもうね、そうごめん、ちょっとあのね、はい、しゃべるの楽しすぎてちょっと言うの忘れたんだけど、うんうん、これ緊急事態宣言下の番組なので、そうだね、うん、あの本当ね気をつけてます。あの、はい、普段以上にやっぱり手洗ったり、うん、うがいしたり検温したりもしてますし、はい、あのねさっき一緒に消毒して検温してね、うん、そうそうそう、もうチェックし合ってね、そうだよね、そうそうそうね、うん、もう やりましたし、うん、ダブルチェックもやってますし、してます。あとはもうね、そう。僕なんかもね、もう本当にチャリ通なんかも、うん、まあオフィスね、うん、そう、まあオフィス巣鴨なんだけどね、うん、板橋に住んでる、ね、板橋から巣鴨までチャリコで 2.5 キロだからさ、そっか、そうなの、すごいね、そうなの、うん、で雨の日、明日雨だからね、明日もね、うん、そう祝日出社はちょっとね、もう、うん、明日しょうがないから、うん、もう電車乗ろうかと思ってる、まあ、電車も2駅しかないからね、うん、まあまあね、うん、でも明日もチャリにしよう。そうだね、うん、チャリにしとこう、緊急事態だからね、うん、だって、ただびしょ濡れになるだけだもん、そうだよ、ね、大丈夫だよ、びしょ濡れになってさ、そっちの方がいいよね、そう、一人になった方がね、うん、そうしようよ、もしかしたらね、うん、そうそうそう、僕は雨なんで電車で行きます、出た、はい、お世話になってます、言うと思った、はい、ということで、ね、最後ね、ちょっとこれだけ聞いておきたかったのが、うん、いいよ、そうね、うん、やっぱりこの僕らの暮らすこの星でははね、はい、あの何度もライブ行くとラストこの曲で終わること多かったじゃない、多かった、そう、うん、これね、ほらさっき俺がそうしてもらってたかも、あ、そうなの、うん、これそう、僕そのさっきは思い入れはさ、ほら全部、うん、まあね、やっぱほらひろじ君が産んだ子供たちということでね、うん、均等な思い入れっていうことだったけども、うん、あの僕らファンからすると結構この曲って覚えやすくて、うん、なんか逆にファンから思い入れが強くなっちゃうっていうか、そうだよね、俺もでもこの曲は本当に、うん、な言いたいことの人生の生まれた部分から死んでいくまでの全部が一曲の中に入ってたから、なんかそれこそどっちかって言ったら哲郎が歌ってるところに好きな歌詞が多くて、あのほら僕らの暮らすこの星では挨拶を交わす人がいて共に歩く人がいるっていうところでも出会った人間の全部が含まれてるし、で抱き合って笑い合って、うん、互いの傷を自慢しながらっていうところもさ、うん、なんかすごく自分の人生がどうだったかのどうだったかをお互い喋り合って、うん、それでまた頭までビールを溜め込んでまた旅に出ていくっていうのが、うん、なんとなく特に男の子はみんなこの好きなさ、いや大好き大好きだよ、海賊みたいなね、なんかそういう冒険劇の中で入ってて、それでいて真ん中の鉄路の部分では僕らの暮らすこの星ではこう時間に触るにつれてシワも増えて歩く速度も遅くなっていくっていうあたりとかもなんかさっきじゃないけど少しだけ死をはらんでて、それが自分にとってはこうなんかね、性急な感じがしてすごく
もうグッとくる、結局自分でもグッとくるっていうことなんだけど、ね、そうでグッと来て終わりたかったっていう自分のわがままな形で、あの歌にしてたことが多かったんだなって、そうだね、あればっかりでみんなにお客さんにしてみたらもう終わりの歌が分かられてておもろなかったかもしれんね。いやーだからグッとくるからいいやね。ということでね、もうね、はい、あともうこれで終わりになっちゃいました、はい、またね呼びますんで、はい、ぜひぜひ来てください、うん、じゃあまた今日はありがとう、はい、さようなら。